俺は今のうちに何とかしておかないとや。悪いな、アイリー。え？全部これのせいなんだ。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。どこだったっけ？あれ、どこだったっけ？反対側かな？だよな。現場のスキャンが完了しました。そう聞いてる。入らせてくれ。ハル、ベータたちが待ってるのよ。行ってみるのも。行ってみよう。操作資料をお渡しします。ナナ。どうだったかな。どうすればいいの？俺は。お姉さんの名前はアイリクローバー。え、今になってようやくわかるんだ。身元は確認が取れたみたいなの。でも秘密扱いになってるのよ。はい。秘密？どうして？研究員だからやな。リリーにもわからないなの。ああ、わからんのじゃこの時点じゃ。でもこの人結構上の方くらいの研究員みたいな感じじゃなかったっけ？事件に関係ないから。観察官に開示の必要はないって。なんかごまかされてるかな。なんかちょっとごまかされてるところがあるかもしれないな。推定時刻が9時から11時って書いてんかな。これ頭と左胸お腹のあたりをやられてる。このお姉さんの体内にはカイロスがないのよ。ないな。でもこれもうタイム昔の時代から来たってことはカイロスのない時代からみたいな感じがあるんかな。正確な死亡時刻はわからないけど、推定では午前9時から11時くらい。胸の傷が致命傷みたいなのよ。うん。午前9時から11時。ちょうどケースさんがラウンジに行っていた時間だね。そうやな。なの。リリーたちがこの階に来たのが10時30分くらいなのよ。ってことは11時って言おうけど、スクロー10時30分からの30分は消え捨てていいだろう。これは何だ？殺害現場についてか。あのね、このお部屋は監視のために管理局が借りてるお部屋みたいなの。言おったな、誰かそんなこと。監視のため？外の都市から怪しい人が来たら向かいのお部屋に案内されるから、そういう時は監視のために管理局がこのお部屋を使う決まりなの。アシュセンが言おったな。誰が言おったっけこれ。誰かそんなこと言おったな。確かに。アシュがずっと。ああそう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 。でその部屋の管理がアシュで、アシュセンで、もしかしたら漏らしてたのはこの外の町の外に漏らしてたのはアシュセンじゃないのかみたいなことを言ったんじゃわ。そうじゃ、ここにアシュの痕跡が残っていても自然なんだね。局長が言ったんやっけな。なの。でも。でも？機密資料が散らばってたりするのはやっぱりおかしいのよ。うん。アシュセンが絡んどるけど、アシュセンが犯人じゃなかったら、じゃあなんでこういう絡み方してんだろうみたいなところあるか。アシュはあの部屋で何をしてたんだ。僕らに隠れて。まあアシュセンがアイリとなんか結託しとる感じがあるけんさ、そっち関連で絡んどる可能性は十分あるよ。あるんやけどな、その絡んどる内容がわからんだけにさ、何とも言えんのよな。あのお部屋を調べればきっとわかるのよ。そうやな。なんでその部屋やな、うん、どこそれ。ここで考えていても仕方ない。中に入って確かめないと。とりあえず中か。来た。まずは遺体ホロを見てみるのよ。ああ、あったな。ああ、こんな感じね。なんか女の人の体をさ、まじまじ見えるので、なんかすっごい腹な感じがするね、これ。お、回転させながら。回る回るよ、アイリーが回る。何やってんだ俺は。
これが致命傷の胸の傷か。このタグ、タグの方にも。そばに落ちていたのに、どうしてこの人の元に戻っているんだ。それはアッシュ戦が拾って返したんかな。もしかしてこれもアッシュが。そうやな。ほら、これが致命傷の方、致命傷の方ね。恐怖を貫いた重装が元になって、この人は亡くなってる。凶器は火薬銃と推定。火薬銃、完全に足線が持っとったような感じのやつじゃないの。火薬銃なんてこの年で持っているのは。だよな。これで犯人が足線じゃなかったら、足線が銃取られたみたいな感じになってるけど、さあどっちだこれな。過去を見たからといって、エピソード1の時みたいに犯人が完全に分かった状態とは言い切れないところが今回ちょっと違うんよな。エピソード1の時と。よく見ると重心に量子干渉研究所のマークがある。お、エネルギーは空の状態。やっぱりおかしい。エネルギーパックはどこに消えたんだ。そうだった、エネルギーパックがまだ見つかってないんよな。ちょっと忘れかけとったな。あ、頭の傷もあったね。頭部の傷、致命傷じゃないみたいだけど。なるほどね。頭を食らってから倒れたところに胸にやられた感じなの。一時的に脳震盪を起こして身動きが取れない状態になった可能性が高い。銃で見た記憶の中でも確かにそうだったな。この傷のせいで。あ、そうや、戦えたんだったわ。犯人に抵抗できなかった。そうじゃ、殴られたんやな。殴られて倒れたところに銃で撃たれた感じな。この人の殺害経緯を整理しておく必要がある。まず一発目は殴られてやったな。その頭の部分、不意打ちを食らったもんな。ドア開いた瞬間にやられた感じ。ハル、どうしたなの。やっぱりおかしい。何が。この人は記憶の中で銃で応戦しようとしていたんだ。そうだ、エネルギーパックを銃から抜いたのはこの人じゃないはず。抜いとったらさ、撃てんって分かっとるよな。犯人がやったなの。分からない。そうなるとさ、ちょっとアイリーのことよく知っとる住人物じゃないとエネルギーパックって抜けないよな。リリー、この部屋のどこかにエネルギーパックがあるかもしれない。探してみよう。言わんけん、俺が言っておいたけんな。感謝しろよ。よーっしゃ、エネルギーパック探せ。エネルギーパック探せよ、お前。ピピピピピピピ。今はそんな気分じゃない。ちゃんとやらなあかんことがあるときはこう言ってくるわけで。12年前の行方不明者のリスト。アッシュはどうしてこんなものを。感づいとんかな。過去にこんな人がおったみたいなことの。で、鍵、こういうのもはようやく改めてマジマジも見えるな。鍵についての資料ね。ただの鍵が必要。12年前の実験中に紛失していると。でも城をこの前さ見てアイリーに返した。で、黒局長が持っとうけん、両方とも存在見てしまっとうけんな。だとしても局長さ、さらっと重要なアイテムさパッと見せるけんびっくりするんやけど、あれ。お前が持っとんかいって。いつ出てくるだろう、なかなか出てこんのだろうなと思っとった矢先にあれ入ったけんさ。これはね、これね、これ砲撃ドーム。ダメだ、あまり聞き取れない。この都市の外のネットワークに接続してるのか。外のネットワーク、え、じゃあまんまこの町の情報を外に流しちょる人間の持ち物って感じがするね。取り出しておこう。これも犯人のものかな。あ、なんこれ。これはアッシュがここに持ち込んでいたトランクケースみたい。アッシュ製のものめっちゃありますけど、ロックされてるみたいだ。これの開け方、
トランクケースの上をよく調べてみろって言ってたっけ。ケース盗賊のやつとメーカー一緒かこれ。開けれるもしかしてこれ。どうにかして覚えとけって言われたな。あ、なんか白、青、青、黄色、青、白ってある。この順番に、あ、ボタン、これこの3つが実はボタンで、でもってこの色の順番に押せみたいな、矢印みたいになっとんなよみたいな、これえそれ勘のいい人が見たらさ、知らんでも分かってしまう感じじゃないの。いいのそんなんでって感じになってるけど、これいうこと、そういうことなのかい。もう触れんようになってる。え、あ、押せる。開くんか、もしかしてこれ。開いたわー。意図的にやったはずのね、えなんてなるほど、矢印なんじゃこれ。やっぱなんか出てきたぞこれ。あー、エネルギーパックかこれ、もしかして。きたー、見つけた、あの人の銃のエネルギーパックだ。アシュセンが押収しとった。どうしてこのケースの中に。しかもこれ過去が見えるというね、おまけ付き、とんでもないものが見えるぞこれ。過去にアクセスできるみたいだ。やろうぜ。よっしゃー、どっちだ、アイリッシュ店かこれ。これは今のうちに何とかして。アイシュ店や。やっぱアイシュ店が持って行って欧州。いや、やっぱりこのままにはしておけない。あー、そんでもって持って帰ったっていうか、ここに入れた感じ。悪いな、アイリー。え、全部これのせいなんだ。黒い鍵持っとん、アッシュセンか。奪い取ったんじゃ。やっぱりアッシュがエネルギーパックを隠して時計塔の鍵を盗んだんだ。もうあれは持っとんじゃ。一体どうしてなんだ。何かやがっとんじゃ、アッシュセン。鍵のことも時計塔のことも結構情報知っとるな、アッシュセン。この行動をどうして起こしたかが問題なところもある。あと、あんまよく見たかった結婚の話もあるな。アッシュ、エネルギーパックを隠すとき少し迷っていた気がする。そうね、もしかしたらあのタイミングならアッシュの行動を変えられるかもしれない。ハル、どうしたの。いや、現場は一通り調べ終わったのよ。気になったことはいくつかあるけど、管理局に捜査の報告書を送るなの。はーい、なんか来た。あ、こんな感じで送るん。ミッションコンプリート。これで現場の捜査は完了なの。うん、もう帰ろうぜ。もう帰ろうぜって、また昼なんかな、時間帯。リリー、アッシュはここで何をしていたんだろう。それ気になるね。アイリーにとなんか会話しに来たんか。どうしてあの女の人をかくまって時計塔の鍵を奪ったんだ。目的が全然わからんよな。何を考えてたんだろう。改めて考えると僕はアッシュのことを何も知らない。うん、記憶も抜けとるしな。なんでハルがそんな顔するなの。気になるからだよ。アッシュはリリーたちにたくさん隠し事してたのよ。だからそれが知りたいんだよな。リリーは企業家パンプンパルなのかい。なんでリリーは怒ってるんだ。ハルだって怒っていいなのよ。アッシュのくせに隠し事なんて生意気なの。どういう気なづきされてんの、アッシュさん。この事件が落ち着いたらリリーが懲らしめてやるなの。その頃にはもしかしたらアッシュ船が刑務所に入ってるかもしれないけどな。事件起こす前に話してくれたらリリーが止めてあげたのに。そもそもアッシュ船が事件起こしたかは知らんけどな。僕もアッシュが事件を起こすのを止めたい。
今ならできるかもしれない。あの銃とエネルギーパックがあればできるかな。リリー、あの人が持っていた銃は管理局で保管中だったよね。ナナ、ここに置いたままにするのは危険だから管理局に置いてあるのよ。うん、問いに行くんじゃ。それならなんだい、だから連絡。これはああ、局長、このタイミングであなたのところ行こうと思ってました。現場の再現はもうできそうかしら。現場は調べ終わりました。そう、さすがね。局長、ありがとうございます。聞きたいことがあるんです。そろそろ教えてください。局長のバストサイズはいく。亡くなった女性が持っていた銃は今どこに。管理局で保管しているわ。おう、対処が決まるまで私が預かっているの。その銃をもう一度見せてもらえませんか。なぜ、ホログラフィック再現は完璧だったはずよ。あの、ただ握ってみたくて。それ苦しいな、苦しいこと言ってるなお前。君がそんなことを言うなんて言えないね。そんな宇宙が好きなのかみたいな。いいわ、ただし事件の再現が終わってからよ。はーい。できたら審問所に来なさい。あれ、今回の審問会もう始まるか。わかりました。結構早い段階で審問会始まる。もしかして今回どうしたなの。ハル、まだ気になることがあるなの。というか、ワイドクロー殺人を止めるきっかけを作れるかもしれないってことが起きる。リリー先に行っちゃうのよ。でもこの場合どうなる。エネルギーパックがさ手に入った状態でアイリーが応戦に入るってことはさ、死ぬ人間が変わるんかな。もしかしてアイリーが生き残ってその犯人が帰り討ちに会うみたいなパターンあるかな。そういうパターンもあるような血がついてるね。これも調べとこう。この人の死因は胸部を銃で撃たれたことによる失血死。僕らがもっと早くここに来てれば助けられたかもしれない。結果論だよ。あれ、真ん中来たで。え、ここなん？エネルギーパックがどうのこうのって。あれ？気が乗らなそうね。え？あれ？あれ？ちょっと待って。どういうこと？どういうこと？どういうこと？え？なんでこんなとこ起きたん？局長は平気ですか？アッシュのことは。あれ？おかしいな。もう審問会の話になってるよ、これ。あれ？エネルギーパックがどうのこうの話なかったんですか？もちろん心配よ。あれあ、でも今はこの都市で起こっている事件を止めることを優先しなければ。あれ、なんか俺の知らないところで俺がゲーム進めてなんか俺の知らない進捗度まで行ってるみたいな感じの展開になってますけど、あれ私たちはドームの外では生きられない。ああ、PV で聞いたセリフ。眠っている市民全員を安全に外に逃がすような時間はない。ほう、この都市を守らなければならない。そうですよね、それが俺らの使命ですからね。さあ行きましょう。はい。特別観察官パルサイオン、識別コード認証。はい、まもなく非公開審問が開始されます。非公開の審問か、今回は。審問会やるんかい。待って、NK パックがどうのコロの話なかったっけ。あれなんかえらい飛んでますよ。の、そうか、今回は犯人がハテナの状態になるんやな。本審問は、あーっと、非公開審問となります。ケース遠崎もさ、重要参考人ってことでここに呼ばれてるわけね。この場で開示された情報は秘匿事項。はい。我々の他は本件の証言者ケース遠崎のみ記録を保持します。オッケー。現在拡張部の状態は悪化しています。ああ、まだエピソード2になってから拡張部のが入ってないんよな俺。
さっき入っとってもよかったかもしれんな。この事件が明らかになれば、集団メンタル汚染の拡大は避けられない。うん。サイオン監察官。はい。担当監察官として、早急に事件の解決を。犯人を告発しなさい。でもな、容疑者としてさ、アッシュしか上がってないんよ。マジか、アッシュを上げなあかんのか、これ。まずは事件の報告を。事件の線量が全然してないけどさ。被害者はアイリ・クローバー、量子干渉研究所の研究員だったようです。本日午前10時半、ホテルの一室で倒れているところを発見しました。はい。遺体のスキャン記録によれば、死因は失血死。で、殴られた傷もあるんだ。あった客室のフロアには4つの不審な点がありました。うん、詳細を求めます。現場に残された不審な点、荒らされたケースさんの部屋、うん、警告が出たスタッフルーム、うん、殺害現場となった客室、アイニクローバの部屋と正面か、照明の落ちていた廊下、結構あるなポイントが。起こったことを明らかにする必要があります。捜査で明らかになった事件に関連する事実を提出しよう。オッケー。さて、この部屋で事件に関係するのは何かしら。ケース盗賊の部屋に関係するのがですね、こっちですね。所持品、これ重要、これめっちゃ重要。盗まれた所持品。スタッフルームでは何が起きたの。スタッフルームで起きたこと、ゲミドローンの破壊か、サービスドローンへの攻撃か、こっちはね、このケースの部屋から盗まれた光線銃、電波銃か、電波銃で、あ、待って待って、で、うん、なんだよ、電波銃でこう壊されとったね。サービスドローンへの攻撃。ここで見つかったもので事件に関係しているものは何。殺害現場となった客室の話ね。凶器、拳銃、アッシュの痕跡。アッシュの痕跡みたいなのあったか。打撲に使用された道具もあったし、隠されたエネルギーパック、これやつどっちかって言ったら外の気がするけどな。あ、エネルギーパックの話じゃ、重要な、どっちかって言ったら。あれ、あ、エネルギーパックは中か、こっちやな。あれ、エネルギーパックの話じゃない、これは。まだどうでもいいんか。アッシュの痕跡、え凶器の話かい。殺害に使用された凶器で、打撲に使用された道具の話もか。どっちかというとそっちの方が重要か。道具、犯人はどうやって逃走したのかしら。逃走の話は、逃走経路やな、これ。逃走経路は、客室フロアから、客室フロアだったっけ。ちゃうよな、あれ、こっちか、オープンがそもそも。逃走経路で、警備ドローンの破壊も行われとったと。警備ドローンの破壊、これで現場に残された不審な点、犯人がどのようにこの女性を殺害したのか再現することができます。ごめん、公開し審問さすると思ってなかったけど、全く情報整理してないんやけど、大丈夫かな俺、できるかな、うん、また前回みたいにさあの区が入るんだろ、メタバースの中でメタバース入るんだろ、これもうパーセンテージ上げるの。提出された情報からの推定再現率は 71.6%。 この数値では受理できません。もうちょい調べとけばよかったみたいなところあるんかな。サイオン監察官、はい、これらの断片をつなぎ合わせるにはあなたの再現による保管が必要。ああ、再現やれっていう流れになるんで、これ。わかりました。オッケーオッケー。事件現場の再現を開始します。よっしゃ、前回と同じような感じになるんかな。できるかな、俺全然この事件に関しての整理とかできないぞもうその場のノリでやるわ。
で前回みたいにメタバースゲーム、メタバースのゲームにメタブゲームズでやるぜお前。意味言ってることよくわからんだろ。俺もわからん。来た。この空間は被害者の死亡推定時刻30分前、客室フロア全体が再現されています。そうなんだね。犯人が事件当時取った行動を今から再現します。よしやるぞ。始めます。緊張感があるけどやり直しはできるからな。前回のパターン考えたら、被害者の死亡推定時刻およそ30分30分前、この時刻フロアには2人の人物がいました。アイリクローバー、それとケースとだけって言いたいかな。おるね、ケースさん、歩けるわ。ホテルに戻ってきていたケース遠崎と、うん、ああ出てきた出てきた。被害者の女性アイリクローバーです。結構再現されとんだよな、こんな感じで。部屋でおったんな、この人は。ケイミドロンもおって、彼女は事件が起こる前から殺害現場となった客室に潜伏していました。そうよな。客室の清掃が始まり、ケース遠崎は客室からラウンジへ移動。うん、これと入れ違いになるように犯人は客室フロアに来ました。はい。行動の迷いのなさから犯人は被害者の女性がホテルにいることはあらかじめ知っていたのです。ああ、そういうこと言われてじゃあ足線がやりやすい立場におるなって思ってしまうよな。エピソード1の頃から話しとったもんな、アイリと。この客室フロアは2体のドローンが巡回していて注意をそらす必要がある。うん。犯人がどのようにして部屋にたどり着き彼女を殺害したのか、今から犯人の行動を再現します。僕できるかな。午前10時、犯人はこのフロアに降り立ちました。よっしゃ。犯人の行動をトレースしよう。とりあえずたどり着く順番に行かなあかんってことだろ。つまりケミドロンがここにおる。それに対してあそこやけんな、一回ケース等だけの部屋に入らんかったっけ。そこへ電波銃を取った話になるんじゃない。客室201製造完了。ああ、ここでケース遠崎の部屋に清掃しよったドローンが出てくる。同時刻ケースさんの部屋から清掃を終えたサービスドローンが退出。何の曲、何の曲今の。でてー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 。あ、入ったね。犯人はケースさんの部屋に侵入し、いいね、これは正しいだろう。そうか、ケースの時も清掃終わった後にさ、アラサイドローンを見とったらさ、確かにドローンのせいで疑いなくもなるんか。この客室フロアには2体のドローンが巡回している。うん。どちらにも見つからずに殺害現場へ向かうことは不可能です。そうですね。1体に至っては正面でおるからな、目的地の場所の。そこで犯人はここであるものを盗み、サービスドローンを破壊することにした。犯人が盗んだものは電波銃。犯人がこの部屋から盗んだものを見せよう。はい。ちなみに電波銃以外の選択肢って何なんだろう。ティーポットとかあるじゃん。電子ノートとかね。なんかこれも選んでみ。ダイス。ワンチャンダイスでもさ、後頭部に綺麗に当てればなんか殺せそうな感じもする。当て方次第ではドローン壊せそうな気がするな。なんかダイスもダイスでやろうと思えば。でもトランクなんだな。このトランクケースは事件当時鍵がかかっていました。うん。あ、でも開け方が分かってしまうよなこれ。
これさ、勘のいい人だったら分かるからな、これ。これさ、作った人バカなのって。これ、知らんでもさ、勘が良ければ開けて、赤い開いてしまうって、これ。俺だって、初見でさ、あ、こういうことやなって思ってしまったもん。白、青、黄、黄色、青、白、青か。開いてしまうんだよ、これ。アシュセももしかしたら知っとったか知ったけなかったも分からんしな。ワンチャン知らんかったけど、ワンチャン知らんかったけど、見た感じで、あ、こうだなって、感づいてしまった感じかもしれんしな。中にあった、あるものを盗みました。そうか、警棒もあったけど、問題は電波銃なんだよ。サービスドローンを破壊したものを手に取ろう。こっち。犯人がケースさんの部屋から持ち出した武器。すごいね、SF やな。ワンチャンエイペックスでも出てきそうな感じやし。ドローンを無効化する電波銃でした。あれ、見た目変わってませんか？あれ？どこと？なんで見た目変わったん？待って、なんで？ま、待って、なんか見た目変わった！え？変形するのこれ？え？犯人はケースさんの部屋を荒らし、武器を手に入れた。どういうこと？どういうこと？なんで見た目変わったん？手にしたものを持ち去りました。え、手に持ったら変形するシステムなん？待ってあ、ケースだったん、これ。これ先の部分隠すケースがついとったんじゃ。あ、はまくとったんね。びっくりしたわ。なんか手に取った瞬間見た目変わったな思っちゃったら。その後通路へ出た犯人は何なの曲。ドローンあんな曲流しながら通るんじゃ。スタッフルームに入っていくサービスドローンを目にしました。おう。そしてサービスドローンを追ってスタッフルームに入るか、そのまま殺害現場に向かうか、行動を選択する必要に迫られた。うん。犯人の行動を再現しよう。でも実際のところは入ったんだろ先に。そうすることによってこっちに人員を割かなければならないっていう状態になったんちゃうかなって思います。じゃない。え、待てよ、ここでさあ、なんだ。でもよ、あれ引っかかるな。でもここで戦った後さ、電波銃地面に置いとんよな。え、だったらさ、真ん中で戦った分の、え、だ、え、銃痕とか、え、どっちが先これ。でもあれか、真ん中で戦った分はさ、実弾使われとんだったっけ。あれ、どういうこと、どういうこと、待って、おかしいな。どう思う、どちらに行くのが安全かしらって、ね、だったらこっちじゃわな。だったら先にこっちのサービスドローン潰した方が安全じゃわな。じゃあそうだわな。いや、なんかちょっとあれ、でも、ひょうやな、電波銃ここ地面に置かれとったなっていうのは、あれか。ちょっと一瞬勘ぐってしまったけどさ、こっちではどうよな。だってここで電波銃置くんだったら、どうやって通路での打ち合いしたんみたいな感じで思ったけどさ、スタッフルームに侵入。通路では電波銃使わずに実弾の銃使ったんだかな。サービスドローンを破壊しました。その時使用されたのは電波銃です。部屋から持ち出された武器です。そうです、ちょうどいいもん持っとったな、このケースさんも。なんかちょうど良すぎてさ、そこまで知っとったんかなって思ってしまうぐらいやもん。偶然だと思うんやけどな。うん、サービスドローンの話。いや、俺が撃つのこれ。ブッパブッパブッパ、あ、ここか、こっちか。動き寄ったサービスドローン、ここで撃てたんやな。犯人は手に持った電波銃でサービスドローンを故障させました。よっしゃ。確かにこれならサービスドローンを無効化することができるわね。よっしゃ、誰からも突っ込めてないってことは正しいな。これ犯人はフロアを巡回するドローンを1台排除したのです。よし、
巡回システムの異常を検知しました。ってなるよな。だったらこの周りのやつらも起きんのかな、ジェットと思ってしまうんやけどな。起きんのやな。セキュリティレベル1、異常発生地点の解析を開始します。まだ解析を求めようの状況なんじゃ。サービスドローンが破壊されたことでフロア全体の警備レベルが上昇。犯人は警備ドローンベータが向かってくる前に破壊したサービスドローンのアームを拾い、はい、あ、これを打撃武器にしたんかな。殺害現場へと向かいました。これで鈍器として使うようにしたんじゃ。ドローンが破壊されたため警備ドローンベータはスタッフルームに向かう。もう一台の方かな。あ、おとりになっとんやな。その隙に犯人はフロアの奥側の通路を進み、はい、たどり着いたのか。警備ドローンに気づかれずに被害者のいる部屋に向かいました。うん、こうして殺害現場となった部屋の前まで移動した犯人は、はいはい、インターホンを押して被害者をドアまで呼び出しました。呼び出されてもさ、おかしくない感じなんよな。なんせさ、以前からここで話しちょった仲なわけやけんな。はい、インターホンが鳴ると被害者は焦った様子で部屋のドアを開ける。うん、飽きたところをドーンされたんだ、これ。その瞬間、犯人は。これ、ドンキに使われたわけね。血がついとったんは。あいサービスドローンのアームで、頭部を殴打しました。それが頭にも傷がある理由。こうして、被害者アイリ・クローバーの潜伏していた部屋に侵入しました。はいはい。なんとかなりよんな。ちゃんとできよんな、今回は。推理が。この部屋は監察官アッシュ・シェパードが監視任務のために利用していた部屋です。そう言ったな、局長が。そんな部屋があったんやなって思ったし、それをアッシュ船が担当しとるってもう驚きだったけど。鍵の情報じゃ。被害者は時計塔の鐘が鳴った朝、時計塔の大扉付近で目撃されている。彼女が時計塔の鍵らしきものを持っているのを僕も見たことがあります。うん、殺された理由もこれで説明がつく。犯人が彼女を襲ったのは、うん、時計塔の鍵を手に入れるためだったのでしょう。そうね、確か白い方を持っとるけんな。この部屋には犯人が彼女の持ち物を漁った様子が見て取れます。うん、ってことは持っとんかな、犯人。やっぱ白い方。部屋の中を探っていた犯人は、あれ？火薬銃を発見しました。あ、火薬銃ここにあったんじゃ。あ、なるほどね。あ、でもそうか、あの人俺らのことを撃ち殺すときにこれ使ったやな。リボルバー、いい趣味してんじゃねえの、あの人。あ、アシュ戦の私物でじゃなかったやな。なんか実弾銃って、実弾と銃といえばアシュ戦って思っとったけどな。なんこれ、関係あるか関係あるか それは明らかに関係ないだろう。あとちょっと他のも見てみよう。なんかあるけんさ、トランクもあるのよ。これ何なんだろう。通信装置関係ないだろう。あ、そうか、エネルギーパックか。エネルギーパックが、どこにあったんやったっけ。それもちょっと、取っていったんよな。いや、取った状態やけん、銃が撃てんかったって考えればええんか。まあいいや。とりあえず、これ取っとこう。順番もこれでええんかな。結構すごい銃やな。こんなん持っとったんや。取り戻しかけていたアイリー・クローバーを警戒した犯人は、はい、逃走前にその銃を彼女に向けました。うん、この時犯人が銃で狙ったのは、なるほど、
胸です。左胸に向かって発砲、これが致命傷となりました。そうです。遺体のスキャン結果とも一致するわね。うん。こうして彼女はホテルの客室で殺害された。エネルギーパックの話はここで出てこんのか。全てを終えた後、犯人は現場から逃亡を図りました。よし、じゃあ逃走の話が若干俺うろ覚えないやけどさ、どこって寄ったっけ。しかし廊下に出たところで、あ、そうか、ここへ出会ってしまった件打ち合いになったんね。ベータが銃声を聞きつけてやってきました。それ銃声もあるけんか。異常検知、対象を排除します。はいはい、それで打ち合い攻撃をしようとするベータに対し犯人は、ここはって倒したけど天井の装置も破壊されとんよな。壁の装飾は長い玉だろ、どっちかって言ったら。でも上のも長い玉じゃん、直接とりあえず。え、どういうことだ。これだ。持っていた火薬銃でベータを破壊し、あ、そういう飛び散り方したんだ。なうまいことあるかっていう飛び散り方しとんじゃないかお前。その弾みでベータの銃口がそれ、天井の装置を破壊し、そうだ、そんなこと言おったわ、銃口がそれってみたいな。うまいことできすぎとんかって、ピタゴラスイッチみたいな感じになっとったわ。うまいこそそっちに飛びすぎじゃないですかね。そういうことだったよねっていう、偶然にも行き過ぎとるよな。なんかちょうどさ、破壊しといた方がいいようなもんまで破壊されるような形になったんやん。おもろいな、なんか。こうして警備をかいくぐり、犯人はエレベーターホールの前へ。ああ、すぐ僕は現場に来ています。しかし犯人の姿を目撃はしていない。そうなんだよ。犯人はどのようにこの客室フロアから逃走したのか。正面から逃げるんじゃあかんのよな。再現しよう。だから裏側にこういうもんがあって、スタッフルームの方やな、そっちから出れるようになっとったみたいな話だったっけな。そうか、非常口が何もこない使用された形跡があった。これ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 、そうじゃ、そんな話しよったわみたいな感じ。ここで捨てたんやな、電波銃、おそらく。え、いや、捨てられとったんか。もうここで使った時点で捨てとんか、これは。でも凶器の門が確かここに血がついた状態であったんで、ここで凶器も捨てつつだったかな。犯人は避難のために解放されたスタッフルームに入り、あ、避難経路として開けられとったやな、つまり。あれでうまいこと避難経路が出来上がっとった感じになっとったんじゃ、偶然にも、ラッキーなことに。ワンちゃん結構あれ、ラッキーなところあったんか。僕はここにやってきた。うん。だから、遭遇せずに終わってしまった感じじゃ。そして、監視付きでホテルに戻っていたケースさんと一緒に、遺体を発見した。じゃあなんか走り去っていく主戦のタイミングめちゃくちゃタイミング良すぎるんよ。もうなんかこう見てら主戦が犯人としか思えようになってくるしまうよな。これが捜査によって得た証拠から推理できる事件の全貌です。マジか、もう主戦以外に犯人がおるとは考えられんような状況になってきとんで、ね、ガチでこれは 100% だろ。よかったわ、1回目で結構いい感じにできたな。どうや、アイリクローバーは時計塔の鍵を奪おうとする何者かに殺害されました。犯人は今も逃走を続けているで。もその犯人がアシュセンっていう話はまだちょっとここでは出んのやな。うん、よっしゃー、整理してなかったけど何度かなったわ。よっしゃ、
全ての証拠がつながった。よっしゃよっしゃ、一発でいきだぞ。あなたの再現は実際に起こったことに限りなく近いものでしょう。オッケー、よかった。監察官の報告を受理します。なんでさ、審問会やるとは思ってなかったけどさ、事件の情報とかさ、おさらいせずにここ来とけんな俺。さて、サイオン監察官、なんならさ、前回のエネルギーパックがあるから来ての局長の話の前さ、一回収録日変えとけんね。今日の収録はですね、そのよっしゃエネルギーパックを局長のところに取りに行こうみたいな感じのところ行こうとしたらさ、あれ審問会やるのみたいな感じで始まったけどさ、全く情報とか整理しなかった状態で始めたけど、ここまでの再現をもとにこの犯行を行った人物を告発しなさい。やっぱ言わなあかんのな。言わなあかんのか。犯人は分からないという選択肢もあるけど、分からないって言いたいけどさ、そんなこと許されるわけないで。アッシュ・シェパード監察官、現場に残された痕跡からは彼による犯行の可能性が一番高い。そうなんよな、なんかすごいうまくいきすぎとるぐらいの情報があるんよな。そうね、都市管理局からの機密情報の持ち出し、身元不明の人物をかくまい殺害したこと、すべて監察官としてあるまじき行動です。そうだな、何気にさ、アイリーと会っとったっていう、アイリーのことを会っておきながら上に報告しなかったっていうのが、身元の不明な人間をさ、かくまったっていうことになるんか。そういうところでもやっちゃあかんことをやってしまっとったってことになるか。対象への銃の使用を許可します。マジか、まさか先輩のことをさ、銃を向けないといけないことが。監察官は発見次第即時処断を。処断とか言っちゃダメね。公開審問を終了します。マジかって感じやな。もうこれアッシュ戦が黒ってことで、もう話進めなあかんようになってきとんで。ハル、アッシュを探しに行かないなの？先輩やげんな、幼馴染って感じがしたもんな。リリー、管理局に、局長に会いに行こう。今なら過去に戻ってアッシュを止められるはずなんだ。そうか、そっちの道があるんじゃ。あの人の銃から過去に戻ってアッシュがあの人を殺すのを止める。銃のエネルギーパックが見つかった、今ならできるはずだ。あ、もう受け取ったっていう扱いになるんこれ。うまいこといくかな。まあ局長のところ行けばエネルギーパックが手に入るけんっていうような発言なのかな今のは。あれ、なんでこんなところに、このやつおったっけ。おったか。ああ、アッシュ戦のことを告白をお願いしますみたいな話も出てきてしまったし、とんでもなくなってきたな状況が。状況がなんか心が重いぞ。あ、中世なんでだよ。別に殺すことなかったやんけ。